ロズモーブシクイ家の紋章、ロズモーブシクイ家あるいは、ラズモフスキー家は、ウクライナコサックの氏族に由来するロシア帝国及び、オーストリア・ハンガリー帝国の白爵家ならアビ公爵家である。ロズモーブシクイ家は、17世紀後半、ヘイチマン国家キエフ連隊コゼレツ100人隊に、属していた平のウクライナコサック、ヤーキューローズムに由来する。ローズムはウクライナ語で、 知恵を意味する言葉で、何たる頭、何たる知恵。が酒を飲むヤーキューの口癖であったから、ローズムは彼のあだ名になったという。ヤーキューには、長男のイヴァンと次男の古いホーリーがいたが、次男の分家で生まれた、オレクシーとクイルイーロは、ロシア帝国の伯爵となり、ロー、二人の伯爵は、自分の血筋を隠していなかったが、側近は、ロズムオブシクイケは、 ポーランド・リトアニア共和国の貴族、ロジジンスキニーに旧家を持つ家柄である、という美化された系譜を作った。オレクシーには、子供がいなく、弟のクイルイーロには六男六女がいたので、後者は、ロズモーブシク池の後継ぎとなった。しかし、クイルイーロの長男オレクシーの子供は早死にし、孫がなく、さらに、いつおの古いホーリーは、オーストリア・ハンガリー帝国に定住したことにより、 ロシア帝国が古いホーリーの子孫をロズモーブシクイ家の後継ぎとして公認しなかったので、ロシア帝国でのロズモーブシクイ家は絶えてしまった。一方、古いホーリーはオーストリアロズモーブシクイ家の快祖となり、彼の子孫は20世紀前半までオーストリアハンガリー帝国で貴族の身分を保ち続けた。オーストリアロズモーブシクイ家の流れは現在に至るまで耐えておらず、 ロズモーブシクイの姓を名乗る、数人は、オーストリアの美術、芸術界において活躍している。西洋の文献では、ロサモフスキー、ロザマフスキー、ロスマウスキー、ロスモフスキーなどのローマ字の転写が見られる。オレクシー・ロズモーブシクイ、オレクシー・ロズモーブシクイ。ありがとうございます。